まずこのフィルムコミッションのサポート事業を始めましたということなんですが、私ども NPO 法人地域資料デジタル化研究会ではですね、地域の歴史や文化そういったものをデジタル化をして保存していく、そんな取り組みをしております。私たちのミッションですね、どういう目的でこの NPO 法人が作られたかということです。4つございます。地域資料デジタル化に関する研究と実践、地域資料デジタル化に関する普及啓発、それから図書館博物館等学習施設の情報化およびサービスに資する事業、そして4番目その他本会の目的を達成するために必要な事業ということで挙げさせていただきます。まず一番上の方ですね、地域資料デジタル化に関する研究と実践ということですが、地域の古い写真あるいはその歴史や文化を記録したものを掘り起こしてきて、それで、いわゆるスキャナーでデジタル化をしたりデジタルカメラで撮影をしたり、そういったことをして、デジタル写真としてアーカイブをしていく、まさに最近デジタルアーカイブなんていう言い方をしますが、そういう活動をしております。そしてまたそこで得られたノウハウ技術などを普及啓発していって、皆さんもどうぞ一緒にやってみませんかということで呼びかけをさせていただいております。でこれが、NPO 法人になったのが2001年、活動として始まったのが1999年で、今からもうすでに13年、4年前になります。で、実は、設立当初からですね、その図書館にある地域資料というものが、ございます。地域の、そのいわゆる本屋さんで売ってない地域だけで出版されたもの、教育委員会であるとか共同研究家の方であるとか、そういった方の地域資料ですね、図書館にあるんですが、そういう図書館に関しても私たちは、活動していこうということで、この図書館博物館等学習施設の情報化およびサービスに資する事業ということで取り組んでおります。で、実はこれですね、具体的に言いますと2004年の4月から山中湖村であります山中湖情報創造館という、図書館機能を有する施設ということで、言ってみるのも図書館なんですけどもね、そこの指定管理者という形でこの管理運営をしております。この図書館、それから、研修施設がございます。あと、古民具の展示をしている江戸時代の民家を一区復元して山中湖村の古民具を展示している施設とか、それから、和室を用意しまして富安風船という、俳句を書かれる俳人の方の資料館と、それから俳句ができる施設というのも用意しております。でこの2004年、山中湖情報創造館、の指定学習にしまして、実は今年の4月で、丸9年を、しまして、今年度、10年目になっております。指定管理者制度というのは設置自治体と、その指定管理を受ける団体とか協定期間というのを 持っておりまして、3年ごとの協定期間を3回、終わったところでして、今年度4月から、第4回目の協定期間になりました。で、いよいよ10年目ということで、今年度に関しては、今回に関しては、平成30年まで、5年間の、指定管理の協定期間ということで運営させていただいております。で、今年ですね、新たに、この山中湖村の観光の、観光課の方からですね、新しい事業としてフィルムコミッションというのを、実は、取り組み始めました。県内では山梨県が、フィルムコミッションという活動で、映画制作、それからドラマの制作、そういうロケ地の斡旋とかですね、そういったこともしておりますが、市町村で言いますと北斗市に、フィルムコミッションという団体がございます。それ以外ですと役場あるいは商工会、そういったところが窓口になって、地域のロケ地を探したりとか、エキストラ募集したりとか、そういう手配をしているんですが、山中湖村ではこの4月から、この始まりまして、10月から私たちはこのサポートという事業で、取り組みが始まったところでございます。じゃあどんなことをするかというと、一応ですね、この3つが、取り組みを考えて4つありますけどね。まず1つは地域のロケ地、いわゆる、例えば明野村の今会いに行きますかというのはひまわり畑をロケ地なので有名ですが、そういったどういった場所があるか、あるいはログハウスで撮影をしたい、あるいは古民家で撮影をしたい、いろんな要求がありますが、そういったものに応えられるためのロケ地のデータベースを作っていくこと、そして
その、映画に出演したいエキストラの方、出演協力してくれる方、エキストラの方ですね、出演をしていることにもなりますが、もう一つは地域の方と一緒に映画作り、ドラマ作りをするという機会を作りますので、まあ、そういったエキストラの方、あるいは出演はしないけど協力したいというサポーターの方、そういった方を、名簿を作ったりとかですね、マネジメントをしたり、今回いつ撮影がありますのでとか、あるいはこういう撮影があるので参加するエキストラの方いらっしゃいませんかとか、そういったことを、マネジメントしていくという活動をやっていきたいと思います。そして図書館ならではということにもなると思うんですが、その撮影場所、山中湖村ですね、あるいは北斗市でもいいです、そういった地域を撮影場所、あるいは舞台として作られた小説、あるいはドラマ、映画、そういったものを掘り起こしていって、実はこの土地ではすでにこういった作品がロケ地で使われてますよということを、いろんなことで発掘していく、リサーチをしていくという活動を今行おうとしています。ですので、実は自分の住んでいる町がこんな映画のこのシーンに使われてたんだ、あるいはお店がこんな映画のこのシーンに使われてたんだということを、改めて見直す、ある意味付加価値をつけていくということの活動を、取り組んでいきたいと思っています。でさらに、その他、撮影支援ですね、それから創作の支援活動、図書館という場所です、本もあります、辞書もあります、それからインターネットも使います。そういった場所を提供しながら、例えば、原作になる小説を書くかもしれないですし、シナリオを書くかもしれないですし、そういったことの活動の支援もしていこうと。でそれは結果としてこの地域の価値を高める、あるいは地域の、僕たちが言うと地域資料を、自ら作り出そうという今始まろうとしています。でさらにですね、これ僕たちの得意なところなんですが、フィルムコミッションの公式サイト、なかなか更新されてないところも見受けられますので、そういったところの、更新のお手伝いもしていければなと思っています。それはいろいろね、こう撮影実績とかっていうことでホームページ上げてるところはあるんですが、なかなか最新の情報というのはね、この、制作会社の方も解禁されないとなかなか公開できないというのもあるんですが、そうしているうちにこう期限が忘れてしまってですね、更新しないまま、半年1年経っちゃうということがよくありますので、そういったフィルムコミッションの公式サイトの、更新事業の更新のお手伝いなどをしていきたいなと考えているところです。で、こういう形でですね、地域の価値を高める、図書館とフィルムコミッションによって、この知的生産の拠点を作っていこうと。図書館はどちらかというと、本を読んだり、それから映画を借りてきたり、音楽、CD を借りてきたりして、どちらかというと見る、そのインプットするといいますかね、そういった活動になりますが、フィルムコミッションの方は逆に地域の資源を使って作品を創作したり、その作品を制作するということを支援していく。この両方で地域資料、地域資源の価値を高め、結果として地域の資料の付加価値をつけていく、あるいは地域の物語をたくさん作っていこうという活動につながっていくと思っています。最近では、このですね、ロケ地巡りとかですね、ロケツーリズムというのがあります。山梨県でも先ほど言いました明野のひまわり畑なども、ロケ地巡りということで来ているお客さんがたくさんいらっしゃいます。こういうロケ地巡り、ロケツーリズム、あるいは最近ですね、江の字創作観光という言い方をするそうなんですが、ちょっとこういう本がありますね。これは北海道冒険芸術出版というところを出している、とても面白い学術書としては作られていますが、単にロケ地を巡るだけではなくて、同じ作品を好きな人同士がそのロケ地で出会うような場を作ろうというのが今取り組みとして行っています。さて、ふるさと映画というのがあります。僕の大好きな映画監督の大林信彦という監督がいらっしゃるんですが、この監督なかなかいろんな場所で撮っております。例えば、転校生、時をかける少女、寂しん坊といった作品が、広島県の尾道で撮られています。それから北海道の小樽で撮っていたり、それから大分県の臼杵、新潟県の長岡、これは長岡の花火をテーマにした映画でした。で今北海道の芦別で映画を撮っているそうです。そういった場所が、作品とともに、作品が出来上がった後にですね、ロケ地を、巡っているという価値をつけていくんですね。で実はこの写真、この後次はちょっと自分で作って恥ずかしくなっちゃったんですが、こういう写真でございまして、1992年に夕張まで作品を監督の作品を見ました。その時に撮った、もうかなりもう30年ぐらい前
ちょっと若いです、それから埼玉県春日部市にあるこれ鷲宮神社というところなんですが、実際この神社、まあ、普通なんでもない神社なんですが、あるアニメが上映されてからですね、いきなりお客さんがたくさん来たというのがあります。アニメはラキスタという映画、まあ、アニメですね、まあ、作品の中では高宮神社と名前を変えてますが、この春日部市にあるこの神社なんですが、そういう作品を取り上げられることによってたくさんの観光客が来る、あるいはたくさんの物語がその土地で生まれる、でそれが地域の新しい付加価値をつけるということになっていきます。それから同じ埼玉県ですが、こういったあの日見た花の名前は僕たちはまだ知らないという、アニメーションの映画、テレビで放送されましたし劇場映画になりました。これによって埼玉県の秩父市はそういったツアーをたくさん組むようになったそうです。それ以外にも、そうですね、長野県上田市でサマーウォーズという映画がアニメが作られたりとか、それから、最近僕はちょっと好きなんですがガッチャマンっていうのがあって、ガッチャマンクラウドというのが立川をベースにして作品が作られたりとか、そういったことがよく起きています。実写の映画、ドラマもさることながら、こういったアニメーションの作品などもそのロケ地ということで、たくさん人が訪れていますね。あ、そうです。ちょっと思い出しましたけど、狼子供の雨と雪というのがありまして、そこの、本当に古民家です。山奥の古民家なんだそうです。そこにも今たくさん人が、観光で訪れているということが生まれています。で、地域の図書館と、ロケ地巡り、ロケツーリズム、N 字創作観光ということで、僕たちは、地域資料のデジタル化というところを立脚点としながら、その地域の付加価値あるいは地域に生まれる物語をたくさん、豊かにしていく、そういった取り組みがこれからできるかなと思っております。で、実は私どもの取り組み、また後で、うちのブース番号です。またうちのブースも出しておりますので、ぜひご覧ください。実は私ども古い写真をベースにした、アーカイブというのを作っているんですが、ちょっと面白いエピソードとして、このおいしんぼというコミックがあるんですね。で、その古い写真をベースにしたものをこうウェブに、公開をしています。で、それを見たこの、制作の出版社の方はですね、ぜひその写真を使わせていただきたいということで、このおいしんぼのですね、105巻ですね、これの168ページに実は私たちのアーカイブをした写真をベースにした、イラストといいますか絵が描かれております。そういうことで、地域のデジタルアーカイブが新しい作品の創作の、きっかけになります。そういうことを、まあ例えば調べやすくするとか、検索しやすくする、まあ、そういった環境を整えるだけで映画制作の方、それからドラマを制作するテレビ局の方、あるいはこういうコミックを書く、出版社の編集者の方、あるいは原作者の方、そういった方々の創作の支援をこれからできるのではないかなというふうに考えているところです。図書館とフィルムコミッション、今並べてみましたけども、図書館では地域資料を使います。フィルムコミッションではそのロケ地あるいはそういった風景ということで地域資源を作品に取り組んでいきます。それから図書館としては地域資料を収集していますが、その地域が、その土地の名前がですね、作品に出てくるもの、ゆかりの作品、そういったものが出てきます。フィルムコミッションによって、例えば原作ではその土地の名前はなかったんだけど、映画のロケ地としてたまたまその場所を使ったということも一つのゆかりのある作品ということで、図書館は収集していけるのかなというふうに考えています。それから、図書館に行くとまた地図もたくさん収集しておりますので、その観光マップとかですね、そういったものを提供しながら、このロケ地巡り、新しい観光の創作というの、創造というのも、支援できるだろうと考えています。そして先ほど、ちょっと取り上げましたけれども、この、N 字創作観光ということですね、その単に観光地としてロケ地を巡るのではなくて、そこに行って同じ作品を好きな人同士が、まあ、出会う場を作るということもこれから一つの、動きとしてあるんじゃないかなと考えているところです。今回、まあ、タイトルとしてはフィルムコミッションのサポート事業を始めましたという方が大きく書いてますが、実は僕たちは本当は地域の価値を高めるために今図書館と NPO にできることっていうことを、とても今考えているところです。山中湖情報創造館は今年、開館して10年目に入っています。で、指定管理者としてあと5年今回やることになりました、取り組むことになりました。図書館が今いろんな形で、まあ、揺れ動いています。九州の方では蔦屋さんが図書館の指定管理者になって管理を運営したり、
あるいは新しい形の図書館が、あるいは町の中にライブラリーが、公共は私立を問わず生まれています。そういった中で図書館であること、図書館が地域にどういう貢献ができるか、一人一人の個人への知的、要求に応えるだけではなくて、こういうフィルムコミッション、あるいはゆかりの作品ということを通じて地域の価値を高めるために図書館ができること、まだまだあるような気がします。というわけで、私ども NPO 法人地域資料デジタル化研究会、もともとは古い写真からのデジタル化から始まってはいますが、今新しい、取り組みとして地域の付加価値をどんどん高めていこう、地域の物語を、そういうデジタル化の技術を作って使っていこう、そういった支援も含めて、活動していきたいと考えております。また後ほどデジ研のブースございますので、ぜひ、ご来場いただければと思います。今日はどうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。地域資料デジタル化研究会さん、先ほどちょっとブース見学させていただいたんですけれども、震災にあった時のですね、資料をデジタル化して保存しようと、そういうようなパネルの展示もしてありましたので、ブース番号がですね、H の04番、 H の04番でちょっと対角線ぐらいの場所で、そうですね、展示してございますので、ぜひお運びいただければと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。